離れに NPC がやってきてる。ようこそ。君とんでもないもんしょってんね。購入。パン。ネックレス。マスケット銃。へえ、いいね。340もかかるのか。ハイブマザーの召喚像。ゴーム。これ倒したやつだね。なるほど。倒したボスともう一回戦えるアイテムね。マスケット銃もらい。お買い上げ。そして換金。今回は、もう一体のボス。討伐しに行こう。まだまだ先だね。ちょっとマミさんのマスケット銃。どんな威力か見てみよう。ティロフィナーレ。249。いいね。音がかっこいい。このゲーム、釣りが地味に難しいんだよな。このバシャーンとかの音が何種類かあって、で、この魚の引っ張り具合って、ランダムじゃなくて、その釣れる魚によって完全固定らしくて、だからこの感覚、こいつは簡単だけども、例えば、1秒引いて1秒引けて1秒ずつみたいな、そういうスパンでやってくるやつとかは、それに合わせてやんなくちゃいけないと。結構一回一回神経使うから、釣りのレベルを上げるのが大変だなって。長いね、これは。チャパ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 。はい。この赤くなって引かれそうになったら、先にして話しておく。何秒引けるかを体で覚え。ここ。あ、ちょっと引かれちゃった。もう一回ぐらい。という耐久戦ですね。困ったぞ。こっから先の壁、どうしたらいいんだ？真の姿が見えた後の第二世界のエクスデス城の壁のような、うごめいている。ペチペチ。ツルハシであっても反応ないしな。ここら辺ぐるっと囲まれちゃってるのか。うわっ。思わず普通にうわって声だけど、なんだこれ気持ち悪い。またあの芋虫ゾーン以上じゃないか、この気持ち悪さ。パチューン。またいるし、うわー、あの芋虫系の強化バージョンだね、これ。やれなくはないけども、単純に精神的なダメージが。骨、これは持って帰れないのか。うわー、トラウマダンジョンになりそうだ。こういう体内系やだね。ブレスオブファイア4だっけ、あったよね。とある女性の体内だったっていう。またここにもちっちゃいのが。なんか範囲魔法みたいなの欲しくなるね。爆弾とか使ってもいいけども、ちょっとした爆弾じゃやっつけきれい耐久度じゃないし、いっぱいいるし。放て。クールタイム結構あんだね、マスケット銃。連発銃じゃないもんな、マスケットは。連射速度で言えばパチンコの方がまだありますね。うわー、シットもいっぱいいる。3を巻くんですよね、こいつ。よし、巻かれる前にやっつけちゃえばってとこあるけども、3のフィールドはこれはこれでちょっと欲しいからね。もちろん踏むとダメージです。宝箱がある。ピンクいの、かわいい。フランフランとかにあるボックスみたい。剣、貴重品、松明。さほどでもなかったけども、まあ可愛いからボックスはもらって帰ろう。ラーバの巣のチェスト。つまりこのぐちょぐちょのやつが素材ってことか。気持ち悪いチェストだらけだな。わあ、ちっちゃい赤いやつも。ちょっと G みたいで嫌だな。逆にモンスターは3のところでダメージ食らわないのが不公平だよ。川がありますね。スパイクトラップ。こういう野生のスパイクトラップもあるんだね。
ほんと芋虫の軍勢がキリがないぜ。足場を置いたら一目散にやってくるんだろうな。その前に、はい、こういうことしちゃえばいいんだね。ほいや、全門の芋虫、肛門の芋虫、芋虫しかいねえ。遠距離のスキルもあるから、こういう風に使ってポイントを稼いでおかないとだからね。遠距離の方はまだ全然上がってなかったから、どういうスキルがあるかもまだ見てなかったね。怖っ、トゲトゲ地帯じゃん。ただこれに引っかかって敵もちゃんと引っかかってるんだ、ありがたいね。むしろこれ残しといた方がいいか。こういうの見るとつい持って帰っちゃうけど、自分の足場だけ確保したら、あとはモブ敵をね、やっつけてもらうために、むしろ残しておいた方がいいのか。うわー、サンスライムがいっぱい。遠距離で潰しとこう。また趣味の悪いチェストが、石化した卵2セット、ラーバの指輪とおポーションだ。やった、通れる道のところを道なりに来てるけども、一向にここにたどり着ける気がしないんだけどもうわー、眉だらけ。お、しかしトゲでいいぞいいぞナイストラップ。なんならさっき取ったトラップをこういうとこに配置して、こういう侵入をね食い止めるのもありだね。なんかでかい斧が来たぞ。これは武器か。斧だ、斧田くん。スピードは遅いが複数の敵にダメージを与える。へえ、明るい、明るいとよりこのグロさが顕著にわかるね。ボスの位置自体は間近なのに壁が壊せない。どうやらですね、鉄のつるはし、いいツールじゃないと壊せないっぽいね。とりあえずこっからまっすぐ上に行ってみるか。ようやくひびが入った。ラーバの巣の壁、また大量のラーバたちがいるな。この取り巻きたちはちょっと嫌だぞ、気持ち悪いし。さらにアシッドまで残ってる。あっち、罠だらけじゃないか。この真ん中のやつだよね、おそらく殴りかかったら指導するんでしょう。あ、叩いちゃった。え、なんだ、爆撃。おお、なんか降ってきた。うわ、これ3じゃないか。うわ、あっち、これ大変だね。3の処理をどうにかしないとだね。この周りの、やべ、イモムシたちの殲滅がまず先決かもしれない。おお、どんどん生まれちゃう。巣の卵も、硬い、普段のやつより硬いぞ。うわご飯も食べて、うえー、この量無理でしょ。湧き方が尋常じゃないんだよな。ほんとこの3のフィールドの処理をどうしようかだね。いえ、きついです。いや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 、その3スライム無理です。掘れるとこと掘れないところあるな。もうこうやって穴を一周囲って、これで割となんとかなるんじゃないか。塞いで、うん、一周しなくても遠距離攻撃さえできれば、で、あの3自体は降ってきたら処理をすればいいだけだから、少し移動スペースを広げて、打ちやすい位置を探しつつ、取り巻きがやっぱり邪魔だからね、そいつらが増える前にできるだけ減らしたい。お、なんか勝手に自滅してくれてる、ありがてえ。肉壁が邪魔だからね、
そろそろ足場の処理もしつつ、ただ急がないとこの足場処理も間に合わんな。雑魚処理しなくても、あ、肉壁目、わあ、危ない危ない。あれ、3のミサイル出るペース上がってないっすか。いよいよ間に合わなくなるかこれ。経験値稼ぎにはすごく良さそうだね、この瞬間。こういう引っ掛けたところで肉壁たちが来ないようにして、ああ肉壁が増える。こうやって隙間プレイをしていけば、ああ芋虫が邪魔なり、この距離を保てば3ミサイル撃ってこないのかなあいつ。あとはマスケット銃の耐久度だな。パチンコはあるけども、一発一発は大した威力じゃないので。パターン入ったかこれ、いいぞ。え、なんで、なんで通り抜けや、どっから出てきた、どっかからかポップしたのか、それともこの斜めの微妙な隙間からやってきちゃったか。この芋虫たちの隙間をついて奥のハイブマザーを狙える、ちょっと楽しいたまに普通に肉壁たちに当たってるけど、いけるんじゃないかこれ。ティロフィナーレ、もう一丁ティロフィナーレ、全然フィナーレしない、ティロレまみれ、やったー。ちょっと破壊の様子は近くで見よう。ふう、激しい戦いだった取り巻きの湧き方がやばかったな。あとはこの3ミサイルも、フィールド自体がね、うん、もっとボスの近くまで掘れるんだったらより楽だったろうけど、こっちにも繋がってたんだ。ここ塞いであげるのもよかったね。鉱石類とラーバのヘルメット、かわいい。擬態するハイブマザーの心臓で、これももらっておく。コアの右側、ハイブマザーの心臓発、スパイクグラブ、虫系ランチャー、何それかわいい古代のホログラムポット、これもまた再生できるやつかな。これはまた別かな。我を目覚めさせたのは何時か、私だ。